実はね、うち時々ね、ピアノ弾いてるでしょ。まあ、ブリティッシュっぽいかな。ブリティッシュロックと思われますね、こちら。うん、なんやろ。ポルターガイスト。ポルターガイスト漢字で書いてる。難しいもんだよ。ガイスト、若けそうだけど、ポルタ。面白い問題でしょ。まあ、それは置いといて。怖いね、怖いね。実はね、パラレルワールドとか言ったでしょ。その竹村先駆けのね、日本新党のね、竹村正義さんって、絶対亡くなったって記事が出て、と思って、それはネットニュースも出たし、新聞にも載ってたから、しかも多治見来てからやで。ところ生きてるやん。で、えへら、えへらとなんか言っちゃうけど、民主党についてダメ出ししとったやろ。な違うやろうけど、うちから見たらダメ出しに見える。な。だから、要するにね、次元移動してんねん、みんなも。じゃあ、前の次元がふさわしい人、要するに竹村正義さんが亡くなるような次元、とか、つんくが亡くなるような次元、つんくも亡くなってて、あ、ほんまと思って、私たくちゃんまだ生きてるんだったら、どっさんでそうなんだよ。速攻そっちね。つんく死んだね。畑ちゃんまだ生きてんの畑が死ねばよかったんかい縄文さんの入れ知恵かじゃあ海田さんの入れ知恵かな、だからそういう次元がふさわしいとはそっちの世界やね。つまり竹村正義さんやつんくが亡くなった次元にいてはんの。歴史が違うでしょ、だから。だから、でもどの次元にも皆さんの体あるでしょ。それはまあ、次元値のうちの体内にあるからやねんけど、まあ、体内っていうかマトリョーシカにね。うちっちマトリョーシカの中に次元があるから。でも説明としては、より分かりやすく説明しちゃうと、次元値のうちの体内にあるから。どの次元にもうちはいるでしょ。まあ、この方が分かるシーンやろなぁと思う。ね。ってことは、皆さんの体も、ある場合が多いやんか。ね、全ての次元に皆さんの肉体があるっていうのはまあめったにない。うちはどの次元にもあるけど、皆さんの肉体はない次元もあります。相手の次元にいらっしゃる場合でも。それが皆さんがうちのコピーという証拠でもあんねんけど。じゃあ皆さんがの自我がふさわしい世界にまあ送り込まれるっていうか、まあそっちのバージョンに行っちゃうの。そこにうちいます。うちが死んでたらその次元はないねん、つまり。ってことは、皆さんの肉体、つか皆さんが憑依したり、皆さんがうちのコピーを作り変えちゃった、その肉体がない次元に皆さんの自我が行ったら、皆さんの肉体は取り戻さずないから、そこでは霊でしかないねん。住所がないっていうような言い方もできるかな。だからその次元で頑張っても絶対霊でしかないわけやし。しかも、その、次の世界とか言ってるのね。もう次の世界始まったよっていう。なんとかして次の世界に、なんとかこの一言を残して次の世界に思い出してもらったら次の世界に行けるかなとか、次の世界に自分の記憶を残しておいたい、残しときたいとかね。もう嘘でもいいから、もう資格なくてもいいから次の世界見たいんだって言うと本当に言っちゃったら、やっぱり本当に資格ないねん。ある、存在しててもね。もう劣等感の嵐やねん。実は。だから無理していかんほうがいい。うちが通さないときは、うちっていうね、魂が幼い時は背伸びしたらやっぱりそんな気持ちになりましたよ。それでよく猫になったりするね。やっぱり無理ねって。うちは細胞やから、でも猫から始めようって、猫に戻ろうって思うことが多いね。うち、じゃあちょっと前も猫に戻りたい発言したでしょ。でも今は猫じゃないからって言ってるでしょ。あの時は猫からやり直そうっていう自我が、うちが猫だった次元に戻っちゃったわけなの。わかりやすいでしょ。じゃあ、その授業、猫バッチグー、猫ぴったりやね、その授業。ああ、猫でよかったって、喜んではると思います。